よし。オッケー。じゃあ早速1個目いきたいと思います。もうポンポン呼んでいくからね。はい。1個目こちら。好みのタイプ。子供みたいに目がキラキラしてて、せっかちだけど、怠け者でどんなに大変でも表にあまり出さず、大好きなことには全力まっしぐらでよく笑う子が大好きです。わかる。これはね、ぶっちゃけわかる。なんか結局さ、よく笑う子ってさ、可愛いよね。めっちゃわかります。え？これさ、え、縦読みなのこれ。個性だった。うわぁ！なんか、自慢みたいになっちゃった。え？全然気づかんかった。普通になんかさ、いいマシュマロだなって、これは1個目に、とてもいいなと思って、ありがてーと思って1個目にしたんだけど、最後のびっくりによく感じなかった。ああ、全然気づかんかった。私もよくやっちゃうから。全然気づかんかった。これもう配信終わっていいか、これで。すごくない？これでよくね？もう終わろうよ、配信。14分しかやってないけど、終わっていいかな、これ。これ正解やね。じゃ、これ殿堂入りということで。はい、次。職場の同期によく、笑顔になってボディタッチが多めな女性がいるのですが、彼氏が途絶えないし、結局そういった人がモテるのかなと思っています。僕は嫌いですが。僕は嫌いですが。いや、おもろい。ね、ちょっとわかちょっと笑いながら肩触るとかね、多分そういうことでしょう。あんま私も、あんま好きじゃないんだけど、取り入れはしないけど、頭の片隅に残しておこうと思います。ありがとうございます。ここ最近結構いろいろあったと思うんですよ。さっきもね、ちょろっと出てきましたが。ミュージックバース。そう。地上波で、イテレさんでね、放送されましたけれども、どうでした？あ、いっぱい見てくれてる、どうもありがとうございます。そう、地上波見ずし、テレビということで、久々にね、呼んでいただいて、地上波また出させていただきました。そこでね、水品葵の、ソロプロジェクトの方の、楽曲で、ファースト EP リエムに収録されている、アンパーフェクト。ね、地上波で流していただいて、本当になんか、わ、テレビに推しがいるって思って、そう、アンパアンパ。やっぱさ、アンパーフェクトの略し方ってアンパやんな。アンパンじゃないの、アンパ。アンパンじゃなくてアンパ。そう、ミュージックバースでさ、森カリオペさんがこうさ、その場で何だっけ、ドレミの歌でこう、インフルダイとかめちゃめちゃかっこよくやっていらっしゃったじゃない。すごい、なんか、演出もああいう風にさ、即興でできる、なんかこう、見せれる、なんていうの、特技、技、なんていうんやろうな。なんか、そういうの欲しいなって思った。なんか、カリオペさんみたいにこう、わかりやすいものとか、こう、特にさ、ドレミの歌なんかこう、みんなが知ってる曲じゃないの。それでできるのがマジですごいって思ってて、なに？即興弾き語り、できひんわ。いっぱいいっぱいや、毎日いっぱいいっぱいやねん。あ、できた！できました！なにぬ特製お弁当、どう？ぽいぽい、ぽくない？ぽいぽい。じゃあ、ちょっとどれから食べたい？あんしてあげるよ。ほんと？じゃあ、ちょっと待って。安全地のブロッコリーからいいですか？あ、いいよ。でも一番水の分量間違えてる気がするけど。じゃあ、ひなちゃんにブロッコリーをあげます。はい。はい、あーん。どう？これマスカット味のブロッコリー作ってみたんだけど。うん。ひなちゃんどう？うん。ちょー。ねちょー。味は？味はマスカットだよ。ま、味はいい。あ、味はいい。でも感触がぐちゃーって、なんか口の中に確かぐちゃーって。ちょっと卵焼き食べてみてよ。何？卵焼きかナポリタン、あなた言ってみたら私の言ってることわかるかも。多分卵焼きも私と同じ感覚な気がするんだよね。じゃあ、はい、ちょっと卵焼きいきますね。はい、いただきます。おいしは美味しい。味は美味しいんだよね。味は美味しいんだけど、食感やばいな。やばいでしょ？ねちゃーじゃない？うん。ひなちゃん。はい。唐揚げかナポリ。2番目に不安。唐揚げ
よ、2番目にふわ。唐揚げ2つあるから、じゃあちょっとひなちゃんが、はい、ナポリタン。ちょっと待って、今の中で唐揚げだろ。ちょっと唐揚げ行こうよ。ナポリタンラストでしょ。そうしようか。これはオレンジ味。オレンジ味で、あーなんかんさっきのご飯と違う感触がする。ゴムだ、ね、けど味がオレンジだ。うん、味は美味しいな。味は美味しいな。ナポリタン行くか。ねえ、負けないって。めっちゃ怒られるってな。負けてない、負けてない、負けて、やだ。じゃあひなちゃんナポリタン、はい、行くね。はい、あーん、あ、やばい、ひなちゃんやばい、これこれ一番やばい。なんかさっきとは違う、また違う、もうねそのまま原液を食べてるかのような。え、いただきます。どうぞ。やばい、これなんて表現すればいいの。ホットケーキ焼ける前のホットケーキミックス。あ、そうかも。半焼け、生焼けみたいな、なんか、うん、そういう感触する、うん、これはもうナポリタンではなく明太子だね。確かに見た目がマジで明太子なんだよな、うん、明太子ですね。じゃあ食べるわ、はい、いただきます。あ、でも味は良かったな。味美味しかった、美味しかった。うん、よっしゃ、一旦お弁当作れた。え、ひなちゃん感想的にどう、お弁当トータル、トータル、うん、トータル、まあ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 、かもなく不可もなく。そうですね、かもなく不可もなく。でもまあ楽しませていただいたということで星 3.5。 うん、よしよしよし。どうしようかな。そう、オッピーズ、オッピーズ、うん、オッピーズがまた来るよ。だって私なになとみずしのおっぱい揉むなんて聞いたことないもん。あれね、あれぶっちゃけね、私ちょっとヒヤヒヤした。え、ちょっとヒヤヒヤした、あれ、あれ大丈夫か。え、私もヒヤヒヤしたよ。めっちゃヒヤヒヤした。なんか思い出しただけで今なんかめっちゃ汗出た。え、俺大丈夫だったかな。そう、なんか世の中のあの二人のファンの人たちはさ、今まで聞いたことない衝撃的な単語をさ、あの二人に言わすみたいな、こう、おめえなんてこと言わせてんだよ、ね、そうそうそう、なんか私めっちゃ叩かれたらどうしようと思いながら、え、大丈夫かなみたいな、ごめん二人のオタクと思いながら、え、大丈夫だったかな。でもまあまあまあ最初からこう NG なしみたいなことね、あのお二人も公認してましたからね。まあ言ってたけど。そう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 、でもちゃんと言ってくれたからね。え、確かに、うん、何々に関しては噛んでおっぱい飲むみたいな感じだった。大事なとこで。こっちの方が言いたくないだろうっていうことになっちゃったから。そう、なんでそこで噛むのと思って。かわいいなぁ、もう。おもろい、おもろいな。いや、一番やばいことはあの子普通に言ったからね。うん、おっぱい飲む。飲む。いや、なんかこの間のジェムクラ見てたんすけど、ちゃんと。はい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 。あ、セボンスターのこと。あれタバコっすよね。そうそう、セブンスター。あれめっちゃ笑っちゃった、私。歌詞もめちゃくちゃ可愛いんですよ。なんかお姫様に憧れた昔ちっちゃい頃とか、セブンスターっていう、はいはい、なんか可愛い、なんかセブンスターじゃない、待って、セブンスターって、おい、タバコ吸ってるだけ、お前。なんの話、おい、ペットボトルだけ。本当に面白いねえ。最高でした。お、できた、ワーク。え、全然できてない。あれ。ちょっと1分半だけ静かになりますね。あ、どうぞどうぞ。ちょっと、ひなかさんの枠なんで。今から作るの？食べてください。食べてください。喋ってください。はい、ということでね、ラムちゃんがサムネを作ってる間、私が一人語りということです。です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 。なんだ？なんか、うん、ちょっともううまい言葉も出てこないわ。伝承バトになってね、皆さんの不幸話をね、この電波から お伝え しようと思います。ということで、まあ、トーナメントとか書いたものの何もね、ちょっと適当にどんどん見てっていきましょうか。はい、じゃあ2個出してって、どっちが強いか、強えやつをな。そう、不幸話孤独をしようじゃないか。はい、1個目。1週間で傘2本壊しました。何もね、ちょっとバランスを見ずにガーッと入れ込んだので、ちょっと戦わせたいと思います。不幸話。
当時の同僚に、イベントサークルのバーベキューに誘われて参加してみたら、同僚には放置され誰とも馴染めず片付けの時にだけリーダー格らしき陽キャから声をかけられ、鉄板洗いを命じられてバーベキューが終わった。帰り道誰にも気づかれないように集団から離れて一人帰宅した。今でも洗い物をする時にその時の記憶がちらつくめっちゃトラウマですやん。だいぶ心えぐってんね。しかもこの鉄板洗いっていう一番こびりついてやりたくないところをね、命じられ、いやーちょっと最高だな。やっぱこういう人のために私はね、インターネットアイドルやってるからね。こういうやつらをね、救うために私はインターネットアイドルをやってる。いや、これいい、これめっちゃいいな。これはさすがにこっちかな、こいつの勝ちかな。うん、よし。ということで、この匿名希望さん、みんな匿名希望だけど、いやこれだいぶ好きだな私。結構最初の方でかなりいい手札来たな。うん、はい、じゃあ次行きましょうか。そうだよ、マジで見てるかお前な。いいんだよ、早く帰って私の配信を見に来な。まああの月2ぐらいでやってるからリアタイは厳しいかもしれないけど運良ければねやっぱこういうやつを救うためにやってるから私は。うん、そう、端末で思い出したけれども iPhone15 が発表されましたね最近。みんな iPhone15 っていいの？私2個前の型を使っていて、そろそろねやっぱね充電の減りがすごい早くなってきちゃったからさ、変えたいなって思うんだけれどもさ。そう、タイプ C になったっていうのはね、そう私もちょっとだけ調べたんだけど、携帯ってね、毎日使うものだからアップデートするのはまあ少々お値段が張ってもいいことなのではと思ったりはするわけですよ。やっぱりね、バッテリーがやっぱりもう減りも早いしね、たまにちょっとカクカクってなったりとかするのがあれで。でもさ、15とさ15プロが出たじゃん。私今までプロにしたことがないの、なんかすごく気になってて、しかもなんか調べたプロの方が良さそう。カメラいいのめっちゃ憧れるんだよね。80切ったら買い時って聞いたことあります。80切ってはないんだけどね、でも85とかだとねやっぱり減り早いなって思っちゃうんだよね。今の時代さ、ちょっとマスク時代からちょっとずつ抜けてきてはいるじゃん。そのフェイス ID がさ、前結構マスクあると難しいもんだったけど、今はそうでもないけど、でもやっぱたまに認証されない時あるから、やっぱりね、ホームボタンが欲しいんだよね。データとしては。わかる？ね、めっちゃ回復してたー。いびきもなくてさ、いびきがなくて、寝言と、あと、ポンネさ、今日うなされてさ、あの叫び声が入ってたね。それ配信終わったらツイッターに載せるわ。出しても大丈夫なやつなの？大丈夫だと思う。あれただの本当はっみたいな叫びだから、これ出しても大丈夫でしょう。ちょっと音楽をなしにして、これ完全に草なんだけど、完全にさ、ただの叫び声やん。これは、あの、一人が落ちてきた時のびっくりしたやつですね。いや、普通の叫び声ですね。めっちゃ面白いんですけど。ああ。よいしょ。果物の中で梨が一番好き。あ、そうなんだ。っていう人がいる。おう、前田さんかと思った。私はね、一番好きなのはアメリカンチェリーとかかも。あと桃とか。甘いのが好きってこと？うん。でも基本的にね、果物何でも好きなね。お、いいじゃん。うん、前田さん逆にさ、あまり得意じゃない食べ物ってあるの？なんかないイメージがある。辛いもの、わさび。じゃあ一番好きな食べ物は？
え、酒以外で。オムライス。おお、え、かわいいね。いいね。オムライス美味しいよな。オムライス好きなんだよね。オムライスとうどんが好き。かなめちゃん何が好きなの？私はちくわぶとかかな。あれ美味しいんだよ。ちょっとね、笑えるものじゃない。一回食べてみ、マジで美味しいから。なんで笑うの？全然笑うものじゃないでしょ。え、だってさ、好きなものはって聞かれてさ、うん、あ、ちくわぶかなっていうさ、即答する人やばいと思うんだよね、結構。やばくないよ、うん、やばくないって。食べたことある？あるよ。でしょ？好きだけど、一番って聞かれて、一番で出てくるものではない。なんで、なんでだよ。それは偏見だよ。偏見オブザイヤー、受賞するぞ。だってさ、年間を通して食べなくないなんか。あー、なるほどね。うん。おでんではね、入ってるけど、うん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 、それ以外でなんか年間でさ、なんか夏に食べるちくわぶみたいなさ、なんかレシピとか公開されてなくない？レシピは公開されてないかもしれないけど、食べれるよ。売ってるもん、スーパーに。舐めな、舐めんな。じゃあさ、みんなにアンケート取る。あの、前田そのオムライスっていう好きなものと、カナメチのちくわぶっていうの、どっちがマニアックでしょうかって。それはさ、ずるくない？それはずるくない？いや、それだったらさすがにさ、いや、わかるよ。もうさすがにわかるよ。ちくわぶの方が絶対マニアックだろ。でも、いいじゃん。好きなものにあげていいだろ。なんでだよ。おかしいだろ。なんか自分がさ、なんか別にあたかも普通ですみたいな、なんかさ。普通だよ、普通だよ、普通だよ。いや、普通じゃないって、好きなものにちくわぶをあげる人はね、普通じゃない。普通だよ、いるでしょ、たまに。お、それ好きなんだっていう人。でもさ、それでも普通じゃん。うん、みんなの周りにいる？いるよ、きっといる。え？ほら、好きなもの聞かれてちくわぶって言ってると初めて見たけど。嘘。うん。え、じゃあ、なんか、要どのあたり攻めたらいいと思う？うん。でも、コアでいいと思う。なんかすごい、とんがってる人みたいじゃない？なんか。うん。で、それを目指したらいいんだよ。たまたま好きなだけだったんだよ。え、とんがってるの？うん。目指してるわけじゃなくて、本当に好きすぎて、そしたらなんかとんがっちゃったみたいな感じ？とんがってないの。え？え？とんがってるのは近くの角だけだよ。そうなんですよ、はいはい、ありますか、なんか他には。ありますか。でもなんかさ、今年結構さ、あの生誕祭配信とかもしたんだけどさ、はいはい、それでも結構やりたいことをさ、やらせてもらってさ、はいはい、すごい、なんか満足しちゃってんの？え、なんかさ、だってさ、なんですごい現状に満足。いや、まあ、現状維持必死になっても必死じゃないね。心ストレッチ。ああ、そう、うちのね、はい、曲ね、歌詞ね、はい、いや、そう、なんかでも広いさ、ステージでさ、あんなさ、ソロライブとかさ、させてもらっちゃって。え、ゆきおくん、何どんな配信してたっけ？生誕の、生誕配信の話すんの？え、私は結婚式の二次会を、ここも意味わかんない。そうね、ここでしました。意味わかんない。青ざめたね。青ざめた。そのでも、まあ、楽しかったって言ってくれてたけど、ね、あ、そうね、結構青ざめた妻がなんか出てきた、うん、確かに、あの正気を失った妻がもう血が巡ってない、あれは。わけわからん、血の巡り悪い妻ね、うん、機材トラブルがあったりして。ありましたけど、デスクトップ見えちゃって。みんな、あ、それで青ざめる。みんなも青ざめる。楽しかった、意味不で面白かったな、あれも。でも、ああいう意味不な、あの生誕祭もしたいな。次回何するってなった時に、結構今年がちょっとやりすぎたなって思って。そうね、なんか次回ちょっと全然違うことしたいのよ。そう、まず美琴が宙に吊られながら上から入ってくるでしょ。すごいね、うん、宙に揺られながら、なんかちょっと歌いながら入ってきて、すげえ。そう、うちらは下でロボットダンスしながら。すごい意味わかんない、うん、世界観がね、世界観ある系ね。そう、うん、で私がテルミンで一曲奏でるから。ほんと？ちょっと練習してよ。いや、あの、うろ覚えあのままのクオリティで。なんでだよ、なんでだよ。シトロスの曲よくないだろ、なんでだよ。やるな、やるな、シトロスの。まあそんな感じにしようかな、そしたら。うん、見えた見えた見えた、ほんと見えた見えた。すごい頭が痛いね。、うん、儀式じゃん。はい、そんなね。
全てがうろ覚えなんだよな、バイオリンも。ミズシを見習いなさい、あのね。ねえ、やっぱすごいよね。ね、ポロリンつってね。なんか出てないポロリンなんか嫌なんだけど。出てないよ。いや、今日も酸素弾き語り配信、うん、このね、前枠にしてたよね。してたね。そうなんだよ。本日してたね。すごいよ、うん。ね、すごいねって聞いてたね、二人でね。聞いてたね。すごかった。ね、今は、